ストップ特殊詐欺。伊勢市役所の医療保険課です。医療保険の還付金があるんですけれども、振込には ATM の操作が必要なんです。どこの金融機関をご利用していますか？それは詐欺。役所から還付金の手続きをするのに ATM の操作をお願いすることはありません。皆さん、騙されないでください。パソコン利用中に突然ウイルス感染と表示され、電話で確認したら、ウイルスを除去する必要があります。電子マネーを購入して番号を教えてください。それも詐欺。有料動画サイトの登録料金が未納ですね。延滞料金を支払ってください。今なら一部返金されますよ。そんなの詐欺に決まってますよね。こんにちは、伊勢警察署です。あなたの口座を悪用している者がいますので、キャッシュカードを交換する必要があります。警察は絶対にそんなこと言いません。要するに、電話でお金の話が出たら、それは全て詐欺です。絶対に騙されないでください。電話がかかってきたら、まずは冷静に電話を切って、家族、警察に相談してください。電話でお金、ATM は詐欺。